こんばんは。こんばんは。ウッシーへのエントリーしておりましたが、急遽乗り牛で、登場することになりました。すいません、初めまして。乗り牛ののりこと高谷のりこさん。高谷と申します。よろしくお願いいたします。乗り牛のウシこと、ウシというか変なのウシこと、ことウシです。よろしくお願いします。どういういきさつかと言いますと、2人は同じギター教室、細川ギター教室に通っておりまして、まあ俺半ば隣の方の時間帯に無理やり押しかけたみたいな感じで、突然一人で私ほんと一人でレッスンするそれやっぱり、ね、それでおかげで3人寄るとやっぱりね、おしゃべりが多くて、1時間のレッスン時間の40分はおしゃべりです。ところが持ち時間1時間ずつなので足して2時間、はい、のうちの1時間半おしゃべりです。おかしいな、2時間になっても練習時間は全く増えませんでした。ということなので今日はここで一応軽く合わせましたが、どうなるやら、ちょっとここで初めてした曲ありましたね。では、個人的にはね、ちょっとね、うちでいっぱい練習しとんまいですね。そうですね、はいはい。では、早速今日は今年流行りの曲を2曲持ってきまして、どうなることやらちょっと不安でいっぱいなんですが、聞いてください。まず最初に僕だけ歌います。海の声聞いてください。
っぱりやっちゃった。素敵でした。すいません、本当はねキーもっと高いんですけど、これキー高くすると弾けないんですコードでカポつければいいんですが、カポ4なんで4弾くと俺の太い指がちょっとね、諸事情ございまして低い声で歌いました、すいませんでした、ネタバラシでは、続きまして 男らしい歌をちょっと一発これも前ウクレレやりかけの頃にちょっとやっとったんですが、それをちょっとリメイクしまして、ちょっとあの技使いますなので、前一回聞かれたことある方はちょっと変わったなって思ってもらえれば嬉しいなと思います、聞いてください、三好哲星の涙を拭いて。
頑張れ。頑張ります。次ね、ちょっと緊張しそうなんですよ、次の歌。のりちゃん、ニコニコしよう。はい、頑張ります。緊張してます。本当はね、あのギター教室でね、先生も交えてね、3人でわいわいだやだやしょってね、すごい面白いなんだけど、ふったりで緊張しとるからね。ね、なんか会話の絡みもないね。そうね、やっぱ先生おらんとね、ちょっとね、ちょっとね、ぎこちないよね。ねえ、ぎこちないね、ほんとよそよそしいわ。ねえ、借りてきた猫だわ。ねえ、にゃーそこだけ反応ね。ちょっと合わせようかな。うん、そう、ありがとう、はい。どこ行った？次はですね、365日の紙飛行機という曲でして、ね、皆さんご存知だと思いますけどね。あ、そうそう、あれどこ行った？緊張してるか。あ、緊張するな、これね、イントロね、ソロでやるんですけど、最近イントロソロがちょっと俺の中でブーム来てて、ただストロークジャガ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 やるだけは脳がないということで、ちょっとここにギタリスト用もおられることだし、かっこつけたいなと思って一生懸命練習してきたんですよ。今日初めてやります。3日前ほどから。でできるかどうかちょっと不安なんですけど。私も不安です。これゆっくりだよね。原曲は結構速いテンポなんですけど、そうそう、2人の場合はゆっくりやりますんで、はい、NHK の朝ドラを思い出しながら聴いてください、はい、では365日の紙飛行機。
もうちょっとうまくできてるんですか。こんなんでよかったんかいつぞやリベンジさせていただきますんで、はい、その時はまた、はい、さあ、いよいよだよ。次あの私がメインで歌わせていただきます、うん、あのもう俺の歌はいいということで、はい、全国の石巻ファンの皆さんお待たせしました。もういや、ごめんなさい。ごめんなさい、謝るんかい。ね、これね、吉田三郎さん作ったんですね、これね、うん、これね、悪友さんと吉田三郎さん作ったんですね、うん、なんかね、それでね、すごい盛り上がっとったよね、教室で ね言わずと知れた、あのうちの先生は吉田拓郎大ファンで、二十何年前の、はい、DVD 見せしてもらって、うんうん、もうもろ吉田拓郎やったあこまで2000なんかよ、ねすごいね、吉田拓郎しとって、ね、今もやけど、うん、もっともっとしてましたね。だからおかげで映像ばかり気になって歌全然やってるんだと面白いですね、昔の映像見がって、うん、なんかあのガチャみたいなの見てる、ね、はい、緊張解けた、はい、はい、じゃあやります。はい、あの狼なんか怖くないって曲です。あのね、ご存知だと思います。分かったらこれやってください。私知らないです、それ分かんないです。はい、じゃあいきます。じゃあ
最後は、前回、上市で最後みんなで歌った歌を、またやりたいと思いますんで、もし分かれば歌ってください、上を向いて歩こうやります。これ本当は2人で歌うんなんですけど、多分ほぼ俺歌うと思います。キーの問題で ね、そう、はい、では聴いてください。上を向いて歩こう。決まらんかったんで、またあの僕一人ですいません、申し訳ないです。花だけ置いておきますんで、はい、じゃ あ, あの最後あの、お掃除おばちゃんで騒ぎながら終わりたいと思います。
します。